ガダマシーはフランスで活躍した中国出身の西洋画家、ハンタマリョウの数奇な生涯を描いた中国の小説、およびそれを原作とした中国映画と中国のテレビドラマのメインタイトル。小説は中国の女流作家、石くつの木のガダマシー、ハンタマリョウデ九百九十二年にコンリー主演の映画、ガダマシー愛、いつまでもが二千三年に ミッシェル・リー主演のテレビドラマ、ガダマシーが制作された。ガダマシーアイ、いつまでも、は1992年の中国映画、コン・リー主演。1920年代の中国、アンキショ賞。召喚の下働き玉寮に、水揚げの時期が迫り、女主人は新人の管理、反酸化の目かけに、彼女を押すが精錬潔白な彼は受け入れない。 だが召喚で屈辱を受けた玉寮に反栓家が同情したことから二人は親密になるが反栓家には本妻がおりスキャンダルとなって彼は職を失う二人は上海に移り玉寮は絵画の勉強を始める子供を欲しがる玉寮だが義女だった彼女は不妊症になっており本妻を呼び寄せて子供を儲けるよう進める玉料はそれまでにも増して 創作活動に打ち込み、やがて自由な芸術活動を奨励する学校に、対する圧力にこらえかねて、パリに留学。パリでの成功が認められて、南京中央大学の教授職を得て帰国するが、展覧会を報じる新聞で議所であった過去が、暴露される。失意のうちに玉良は、パリに戻り、4000点にも上る作品を残し、77年に82歳で、よう去った。 ガダマシーは2003年の中国のテレビドラマ、ミッシェル・リー主演、全30話。DVD 放題は、ガダマシー愛の旅路。久方ぶりのテレビドラマ出演となった、香港のスターミッシェル・リーに加え、映画、乱世情熱の嵐の監督と主演コンビが、再び顔を合わせたことで、制作発表時から大きな注目を集めた。撮影は2003年。 上海市内の映画村、上海影志楽園や蘇州市近辺が主な舞台となったほか、メインキャストが突出しての海外ロケも行われた。同年末から翌2004年に中国中央電子台をはじめ、中華圏各地で放映された。日本においては2004年と2005年にスカイパーフェク TV のチャンネルラクラクチャイナで放映。 2005年と2006年にギャオ2008年にクラビットアリーナでネット配信された。なお、日本版サブタイトルの愛の旅路は2005年の DVD 発売時に加えられたものである。映画では画家ハンタマリョウを中心にストーリーが展開するが、ドラマはタマリョウと夫、ハンサンカとの愛の軌跡を主軸に描いているため、ハンサンカの家庭環境や交友関係が かなり緻密に描かれている。このため会によってはヒロインである玉良よりも、反参化の方を主人公と見るべき内容になっていることもある。また、社会背景や時代性は具体的に表現されておらず、パリに戻った玉良のご半生は描かれていない。よって、ドラマ版はあくまでも一組の男女の成長と、運命に翻弄される人生の悲哀がテーマであると、言えよう。 なお、原著、ガ魂、ハンタマシー半玉両伝の作者、石くの木は、ドラマ版放映後のメディア取材に対し、この作品は、私の、ガ魂とは違うものになってしまったと、物語が大きく改変されたことに対する不満を、漏らした。ガ魂愛、いつまでもに関するカテゴリー。ありがとうございます。